19世紀から20世紀前半のスウェーデンの百科事典ノルディスクファミリーボックに掲載されたイラストオーストラリアの動物賞は膨大な種類の固有の動物群で構成される。オーストラリア大陸に分布する哺乳類の83%、爬虫類の89%、魚類の90%、昆虫類の90%、両生類の93%は固有種である。 この高い水準を持つオーストラリアの動物の固有性は、大陸の長い期間の地理的隔離、地殻構造上の安定性、地質年代を超えた土壌と植物症状の風変わりなパターンに起因していると言える。オーストラリアの動物症の独特の特徴は、オーストラリア以外で主要なニッチを占める胎盤を持つ、哺乳類との相対的な希少性である。つまりカンガルー類やコアラ、 ポッサムが属するソウマイバモク、そしてタスマニアデビルが属するフクロネコメのように、有体類、育児能で未熟な、父父を育てる一群の哺乳類、が、ニッチの多くを占める。オーストラリアは、炭鉱類の5つの原則している、種のうちの2つの生息地である。また多数の有毒な種、例えばカモノハシのほかクモ、サソリ、ヒョウモンダコなどの軟体動物。 クラゲ、オニダルマオコゼと赤エイカなどが分布している。オーストラリアは他の地域と比べて有毒ヘビが無毒ヘビより多い。4万年以上前からのアボリジニ、そして1788年からのヨーロッパ人のオーストラリアへの移民は動物症に著しい影響を及ぼした。狩猟、外来種の導入。 そして固有種の生息地破壊につながる。土地開発は多数の種の絶滅につながった。いくつかの例では、極楽インコ、ブターシバンディクート、ヒロガオネズミカンガルーが挙げられる。持続可能ではない開発により、未だに多くの種の生存が脅かされている。その動物症の生存に対する脅威に対,に対処するために、オーストラリアは広範囲に及ぶ、連邦政府及び、 州政府の法を可決し、多数の保護地域を設けた。赤カンガルーは、カンガルー類の中で最も大きく、そしてエミューと共に、紋章動物として、オーストラリアの国章に用いられている。かつてオーストラリアは、ゴンドワナ大陸の一部であったことが示唆される。地質学的かつ気候的な現象は、オーストラリアの動物章を特有のものにする一つの要因となった。 オーストラリアはかつて南の超大陸であるゴンドワナ大陸の一部であった。ゴンドワナ大陸には現在の南アメリカ大陸やアフリカ大陸、インドア大陸、南極大陸などが含まれた。ゴンドワナ大陸は1億4000万年前に分裂し始め、5000万年前にオーストラリア大陸は南極大陸と分離した。530万年前、中心魚の時代に アジアでインドオーストラリアプレートの衝突が起こるまで比較的孤立していた。現代オーストラリアの動物症の確立と進化は明らかに大陸の固有の気候と地質によって形作られた。オーストラリア大陸は移動していたためある程度世界的な気候変動の影響から隔絶された。中心魚の後ゴンドワナ起源の固有の動物症はオーストラリアで生き残り適応した。 ウォレス線、アジアとオーストララシアの生物地陸を分離している分布境界線はユーラシアとインドオーストラリアプレートの間で近く構造上の境界線を印づけている。この大陸境界線は陸境の形成を妨げわずかな共通部分を除きアジアとオーストラリアの鳥類を除く動物症の明確な生物学的分布区域をもたらした。 全身予中期の南極海流出現の後、オーストラリアの気候は次第に乾燥していき、乾燥に適応した生物の多様性を発達させ、またそれと同時に湿潤熱帯地域や季節的な湿潤地域においても、それぞれに適応した独自の種を発展させていった。そのような地域においては、クイーンズランドの湿潤熱帯地域やオーストラリアのゴンドアナタウリン群のように、 世界遺産に登録されている地域もある。リンゴは一説にはアボリジニが連れてきたとされる。オーストラリアは現存する哺乳類の多様性と同じように、有体類によって占められる多くの化石記録が存在する。化石記録によると、 炭鉱類が1億4500万から9900万年前の白亜紀早期にはオーストラリアに存在し、そして有体類と有体板類の歴史は、現代の哺乳類が化石記録に最初に現れた5600万年前マイナス3400万年前、すなわち死神魚から始まる。有体類と有体板類が死神魚には共存していたが、有体類だけが、 現在まで生き残っていた。有体蛮類は、中心より、オーストラリアがインドネシアに近づいた時に再び、現れ、コウモリ目とネズミ目が、化石記録として確かに残っている。有体類は特定のニッチを満たすように進化し、そして多くの場合、その進化は、ユーラシアや、北、アメリカなどで類似したニッチを占める、有体蛮類と、身体的な類似が見られる。 この現象は修練進化として知られている。例えば、オーストラリア最大の捕食動物として知られた、フクロオオカミは、オオカミのような犬科動物に著しくて似ていた。また、フクロモモンガ科の動物と、モモンガは、樹上の生活様式を可能にしている類似した、適応期間、つまり被膜を持っている。フクロアリクイとアリクイは、共に白アリを捕食する、食中動物である。 野生の犬ディンゴは一説によると、5万から3万年、前に当時東南アジアから陸続きであった、ニューギニア島を経て、アボリジニが連れてきたものが、野生化したとされる。また、およそ4000年前に、東南アジアの海上交易人か漁師が連れてきたと、する説もある。いずれにせよ、ディンゴは、オーストラリアの地に適応し、フクロウオカミの絶滅の原因になったとも、 考えられている一方、海に目を向けるとそこにはクジラたちがいる。世界のクジラ類の60%がオーストラリア近海に分布する。この海で見られる45種のクジラ類のうち、最も一般的なのは、南セミクジラ、ザトウクジラ、ピグミーシロナガスクジラ、ドワーフミンククジラ、シャチ、ハンドウイルカ、マイルカなどである。南セミクジラと、 ザトウクジラに歯はなく、代わりに、角質でできた、クジラのヒゲを持つ。対して、シャチには鋭い歯がある。これは、植生の違いによる。これらすべてのクジラ類は1999年、環境、生物多様性保護法によって、すべての水域が、連邦政府の保護下にある。絶滅の危機に瀕した、またはその恐れのある五種のクジラに対し、 個体数回復計画が実行されている。ジュゴンは背びれがなく足ひれの大きな肺褐色のふっくらとした海水哺乳類である。彼らもまた歯の代わりに上顎に弾力のある角質のクジラのヒゲを持っている。オーストラリアにおける生息域はクイーンズランド州南部のモートン湾から北部オーストラリアを横切って 西オーストラリア州のシャーク湾にまで古城に分布している。ジュゴンは州政府と連邦政府によって保護されているため、オーストラリアの水域では個体数は比較的良好に保たれていると思われる。ただ世界的に見れば個体数はそれほど多くなく、国際自然保護連合の絶滅危惧種に指定されている。エミューの体重は現世鳥類の中では2番目に重い。 オーストラリアの国章に用いられる紋章庁でもある。オーストラリアは800種以上の鳥類が生息する。これらのうちのおよそ350種はオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア島において固有種である。オーストラリアの鳥類の化石記録は不連続であるが、全身予行期という早い時期に原生種の原種の記録がある。 ゴンドワナ大陸に起源を持つ鳥は飛べない鳥である。ヒクイドリカ、ツカツクリカ、オウムメ、スズメメの一部などがある。このうちオウム類は、世界のオウム類の6分の1を構成している。独特の人の笑い声のような鳴き声で鳴くことが、知られる笑いカワセミは、カワセミ科の中で最も大きな種である。オーストラリアにおいて、最大のグループは、スズメモクであり、 オーストラリアムシクイカオーストラリアヒタキカモリツバメカトゲハシムシクイ属などの宝石鳥か、ミツスイカキノボリカコ木登りカことチョウ風カニワ庭ド鳥カなどが含まれる。アワズマヤドリは、進化心理学者の関心を引きつけた鳥であり、この種のオスはメスに求愛するために、アズマヤを作り、 かつ様々な青い素材を集めたアズマヤの周辺に集めるという求愛ディスプレイを行う。赤坂カカオウムのメス。ユーラシアを起源にする鳥類には、ツバメか、ヒバリか、ツグミか、石カ族、太陽アカ、そしてタカメを含む。これには、人間によって移入されたイエスズメ、インドハッカのような鳥類を含み、例えば、ゴシキヒワとアオカワラヒワのように、 オーストラリアの固有種とうまく共存したものもあれば、星ムクドリやクロータドリ、イエスズメ、インドハッカなどのように、オーストラリアの固有種の生態系を脅かしている種も、ある。オーストラリアの沿岸には、約200種の海鳥が生息し、その中には渡りを行う鳥も多い。オーストラリアは渡り鳥にとって、東アジアオーストララシア間の経路の南端にある。その渡りの経路は、 極東ロシアとアラスカから東南アジアを経由し、オーストラリアやニュージーランドまでに及ぶ。およそ200万羽の鳥が毎年オーストラリアまでこのルートを飛翔する。コシグロペリカンはごく普通に見られる大きな水鳥であり、オーストラリアの多くの水域で見かることができる。ペンギンメがオーストラリア南部に生息し、 特に小型ペンギンは、オーストラリア大陸で繁殖を行う、唯一のペンギンである。イリエワニは、世界のワニで最大の種である。16カ、約850種が分布する。カメ目では主に淡水域に分布するのは、極系アモクのヘビクビガメカで、ゴンドワナ大陸に由来すると考えられている。線形アモクに含まれる、淡水域に分布するカメはスっぽんもどの実が、 北部に自然分布する。ユーロコメでは、ヒレアシトカゲか、ヤモリか、アガマかが分布し、これらの分類群はゴンドワナ大陸に由来すると考えられている。オオトカゲか、トカゲか、ナミヘビか、ニシキヘビか、イシヤモリアカを除いたヤモリカも分布するがこれらは、東洋区から侵入したと考えられている。ヘビアモクは分布する構成種の大半をコブラカが占める。 ワニメは、海産と淡水産の両方のワニが分布する。海産では、世界最大の爬虫類である、イリエワニがいて、全長7メートル、重量1200キログラムに達するが、5メートルを超える、ことは稀である。この同うなワニは魚、爬虫類、鳥と哺乳類を食べるが、時として人を襲うことがある。彼らは、川口から上流100キロメートルの内陸の、 淡水域まで広範囲で見つかる。分布域は、クイーンズランド州、ノーザンテリトリー、西オーストラリア州の熱帯地域である。イリエワには海水に対する耐性が強いことから、比較的新しい時代に、東洋区から海伝いに侵入したと考えられている。イリエワにはその比較から、ハンドバッグ、帽子、財布、財布とベルトを得るために養殖が行われている。 そしてその肉は、グルメ御用達である。一方、淡水産のワニである、オーストラリアワニは湖、沼、分流と小さな川の上流に生息していて、体長は、オスで3メートル、メスで2メートルになる。彼らは通常攻撃的ではない。オーストラリアには、トカゲのトガが5つあり、そして、世界の他の、どの地域よりも多くのトカゲが分布している。 ペレンティオートカゲはオーストラリア最大のトカゲで体長2メートル以上に達する。分布はクイーンズランド州から西オーストラリア州の岩が剥き出している乾燥地帯である。彼らは活発な捕食者であってカメの卵、昆虫、鳥、他の爬虫類、哺乳類と時に死肉をむさぼる。オーストラリアの海岸にはウミガメの7つの種のうち6つの種が訪れる。 平田ウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、アカウミガメ、そしてオサガメである。すべての種が州法と、連邦政府の1999年環境、生物多様性保護法の保護下にある。オーストラリアは陸ガメなど、陸生種のカメがいない地域である。イースタンバンジョーフロッグは、オーストラリア南東部で普通に見られるカエルである。鳴き声は、 まるで万丈の弦を弾いた音のようである。五花約200種が分布する。大陸の大部分を乾燥域が占めるため、面積あたりの種数は多いとは言えない。原生の両生類では、ムビメのみが分布する。主にカメガエルカやアマガエルカが分布する。これらには、アオガエルカや赤ガエルカ、引きガエルカに類似した形態を持つ種もいて。 他地域における高のニッチを占めている。他大陸及び隣接する、東洋区に多く分布する、青ガエルカや、引きガエルカは、自然分布せず、赤ガエルカは一種のみ、自然分布する。郵便目や無足目は分布しない。カメガエルカは、大きなグループで22属約120種を数え、オーストラリアのカエル賞の57%を占める。 このグループの注目に値する種として、カラフルで、そして絶滅の危機に瀕しているコロボリーヒキガエルもどきがある。アマガエルカはオーストラリアに山賊70種以上を、数える。オーストラリアのカエルの中で最も小さな種は、ヒメアマガエルカに属する近年オーストラリアのカエル個体数の急激な低下があった。低下の原因は、不確かであるが、 両生類を死に至らしめる心筋の病気、カエルツボカビ症が少なくとも部分的に関与していると見られる。カエルツボカビ症は両生類にとって致命的な疾患である。この感染症はオーストラリア固有ではなく1970年代のアフリカツメガエルの輸入によるものと見られている。カエルツボカビ症は49種の両生類に 感染していることが確認された。そのうち一種は外来種であるオオヒキガエルであるので、固有種としては48種である。この感染症はオーストラリアの4つの地域で見つかっている。クイーンズランド州、クックタウンの北からメルボルンに及ぶ広大な東部海岸地帯、タスマニア、南オーストラリア州アデレード周辺、西オーストラリア州のパースを含む大部分の南西部である。 タスマニアでは2004年に感染が確認されたのみである。ノーザンテリトリーは感染の記録のない唯一の州である。両生類のいくつかの種はこの感染症によって絶滅に追いやられた。この感染症は東海岸において1978年12月に最初に確認された。マーレーコッドはオーストラリア最大の淡水魚である。 魚類の4400以上の種がオーストラリアの水域に生息している。これらのうち90%は固有種である。しかしながら淡水の水域が比較的少ないオーストラリアでは淡水魚は170種に限られる。オーストラリアの淡水魚のうち2つのトガは太古の昔に起源を求めることができる。 それらはすなわちアロアナとオーストラリア廃魚である。オーストラリア廃魚は廃魚のうち最も原始的な姿を留めている。そしてオーストラリアがゴンドアナ大陸と分離する前に進化した。西オーストラリア州南西部固有の最も小さな淡水魚の一種はサラマンダーフィッシュである。この種は泥に穴を掘って中にこもることで、 寒気の乾燥から生き残ることができる。南キューリウオカ、ガラクシアスカ、アプロキトヌスカとペルキクティスカはゴンドワナ起源の種である。古代の淡水魚は別として、オーストラリアの淡水魚の70%には、淡水域に適応した熱帯インド太平洋の海水魚種との類似性がある。しかし化石の形跡からは、これらの淡水の種の多くが起源が古代にあったことが、 示されている。これらの種は、淡水性の八つ目うなぎ、ニシン、ナマズ、レインボーフィッシュ、それに川ナゴ科の50の種を含む。淡水における、ゲームフィッシュは、バラマンディ、マーレーコットとゴールデンパーチなどである。絶滅の危機に瀕している2種の淡水性のサメは、ノーザンテリトリーに分布している。ブラウントラウト、カワマス、ニジマス、大西洋サケ、マスノスケ、 ヨーロピアンパーチ、コイとカダヤシを含むいくつかの外来種の淡水の魚種が、オーストラリアの水域に移入された。カダヤシは、他の魚のヒレを噛み切ることで知られる攻撃的な種で、ある。カダヤシは、数種の固有の小型魚種の生息数の低下や、局所的な絶滅に関連がある。移入されたマス類は、スポッテッドツリーフロッグのような他の高地の動物賞や、 トラウトコッド、マッコリーパーチ、マウンテンガラクシアスを含むいくつかの高地の固有の魚種への重大な悪影響を与えた。コイは、オーストラリア南東部のマレーダーリング流域で、水草の劇的な減少、小型固有魚種の減少と、オダクの安定した高いレベルに強く関係している。ウィーディシードラゴンは、南オーストラリア周辺海域に分布している。 大部分のオーストラリアの魚類は海産である。興味深いグループとして、ウツボや一等大のほかオスが持つ特化した育児脳でパートナーの卵を抱く用人を、タツノオとシゴが挙げられる。ハタ類の80種がオーストラリアの海域に分布している。その中には、世界最大の甲骨魚類である、タマカイも含まれる。タマカイは、体長2.7メートル。 体重4 0 0ラムになることがある。アジギンの群れをなす一群の魚マイナスの50種と、フエダイは、商業的釣りにおいて人気がある種である。グレートバリアリーフは、スズメダイ、蝶々王、エンゼルフィッシュ、ハゼ、天竺ダイ、ベラ、モンガラカワハギとニザダイを含む巨大な種類の、小規模から中規模の商魚の生息地となっている。オニーダルマオコゼとフグ、そして、 花見のカサゴは有毒であり、毒性は人間をも死に至らしめるほどである。赤いイカには11種に有毒種がいる。そのうち最大のものはショートテールスティングレーである。バラクーダは小に住む最大の種の一つである。しかし大きな個体は、シガテラ中毒の恐れがあるため食べるべきではない。クモハダオセは、オオセカ最大のサメである。全長3.2メートルに達する。 サメは、オーストラリア近海と河口に分布している。メジロザメ科の30種、トラザメ科の32種、オオセカの6種、ツノザメ科の40種を含む166種が含まれる。ネコザメ科からは、ポートジャクソンシャーク、シマネコザメ、クレステッドブルヘッドシャークの3種が分布する。2004年には12件のサメによる人間への死傷事故があり、そのうち2件は、 死者が出た。サメのうち、特に、オウメジロザメ、イタチザメ、ホホジロザメの3種が時折人間に対する重大な脅威をもたらすことで知られている。クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州のいくつかの人気のあるビーチでは、サメよけ毛によって危険なサメから保護されている。サメの乱獲による個体数減少はオーストラリアでも例外ではなく、 いくつかの種は現在絶滅の危機に瀕している。1988年にパースの海岸でメガマウスが発見された。メガマウスの生態についてはごくわずかのことしかわかっていない。しかしこの発見はオーストラリア近海にメガマウスが生息していることを示しているかもしれない。 オーストラリアの約20万の動物種のうち、およそ96%は無脊椎動物である。無脊椎動物の多様性の上限が不確かであるが、90%の昆虫と軟体動物は固有種であると考えられている。無脊椎動物は、多くのニッチを占め、分解者や受講者、被食者として、すべての生態系の中で重要である。 無脊椎動物で最も大きなグループは昆虫である。昆虫類は、オーストラリアの基地の動物種の約75%を構成する。最も多様な昆虫の種類は、カブトムシやゾウムシなどを含む、甲虫芽であり、約28,200種が生息する。蝶とガを含む2816の種による蝶芽、アリア8。 スズメバチカを含む8目の12,781の種で、ハエやカなどのハエメは7,786種、カメムシやアブラムシ、ヨコバイを含むカメムシメは5,650種、そしてバッタ、コオロギとキリギリスを含むバッタメの2,827種が生息する。固有種に対する重大な脅威をもたらす。 外来種として、オーストラリア固有の種と、主観競争を行う西洋黒スズメバチや、西洋蜜バチ赤ヒアリ、アシナガキアリとなどが移入された。アリは1275の種とアシュがオーストラリアに分布する。これらの紡ぎアリは、オーストラリアの熱帯地域に分布し、ハデスを築く。オーストラリアには、よく知られた135種を含む、多種多様な、クモズナが分布する。 交渉により時に命に関わる、悪名高いシドニー上ゴグモやセヤカゴケグモを含む、多数の非常に危険な種が生息する。ダニモクには、数千種のダニとマダニが属する。また8種のカニムシメと9種のサソリメが分布している。関係動物の品毛を綱には、多数の水星あるいは陸星のアームが見られる。ヒメミミズカ、ムカミミズカ。 二つ耳鼓科と太み鼓科などである。太み鼓科に属する世界最大のミ,ミズであるメガスコリデスアウストラリスがビクトリア州ギプスランドにのみ分布している。この種は平均で全長80センチメートルになり最大で3.7メートルにも達する。コモリグモはオーストラリアの多くの地域で普通に見られる。メスは乱納を運ぶ習性がある。 大きなトガである南ザリガニ科はオーストラリアの淡水性ザリガニのうち124種を含む。これらの中には体長30ミリメートルに満たない世界最小の種スワンプクレーフィッシュや世界最大の種であり体長76センチメートル、体重4.6キログラムになるタスマニアオオザリガニがある。また、ケラクス族には通称ヤビーに加え、 ペット用や食用に養殖されることのあるマロンやレッドクロウが含まれる。エンゲアス族はオーストラリアにのみ生息する淡水性ザリガニである。エンゲアス族はその寿命の大半を陸の巣穴で費やすので、この族が完全な水性生物であるわけではない。アウストロシールフーサ族の淡水性カニの7種が分布している。タスマニアだけで見られる。 非常に原始的な淡水性のエビアナスペディデイカの仲間は極めて珍しいグループであり、2億年前の化石記録から見つかる種に似ている。グレートバリアリーフの先住磯銀着。一緒に映っているのはカクレクマの実。非常に様々な種類の無脊椎動物が、このオーストラリアの水域に分布している。グレートバリアリーフは、この多様性の重要な地域である。 これらには、海面動物門、四方動物、極秘動物門と軟体動物門を含む。有害な無脊椎動物は、オーストラリアウンバチクラゲ、ヒョウモンダコとイモガイを含む銃の種である。そして、それらは、毒で人間に呼吸不全と死を引き起こすことがある。鬼トでは通常は、低い密度で、ンゴ礁に分布する。しかしまだよく解明されていない。 状況下においては、サンゴを食べるオニヒトでは、サンゴが再生するよりも速いスピードで食害するために、その時、彼らは非常に高い密度で分布する。これは深刻なサンゴ症の問題である。もう一つの問題は、大量に発生したウニが海藻を食べ尽くしてしまうことによって起きる磯焼けである。人間によって移入された有害な無脊椎動物は、 ホトトギスガイ、ニュージーランド産の緑以外、意外しとマヒトデなどである。そして、これらは、オーストラリア固有の甲殻類にとって変わった。オーストラリア周辺海域には、多くの固有の甲殻類もまた生息している。甲殻類の食用になる種が属する、最も有名な綱は、南高綱である。オーストラリア北部の暖かい水域は、カニや、 ヤドカリカモク、イセエビカ、クルマエビアモクを含む10脚目甲殻類の多くの種の生息地となっている。フクロエビウアメは、オーストラリア南部の冷たい水域において、より多くの種が生息している。それほど知られていないグループにおいては、ムカデエビズナ、カッシラエビズナ、エラーシズナ、アゴアシズナとカイカタチムシアコウなどが生息する。注目に値する種は、 タスマニアオーガニで深海に住み、体重1 3ラムになる。他には、オーストラリアイセエビという種で、これは、第一脚にハサミを持たない。毒を持つ王引き換える。恋、事故、自然なプロセスによるオーストラリアへの外来種の移入は、かなり多く、現在かなりの数の侵略的外来種が、環境に悪い影響を与えている。移入された生物はいくつかの手段で環境に、 悪影響を及ぼす。アナウサギは木の芽を食べ尽くし、土地を荒廃させる。赤ギツネは、オーストラリアの固有の種を捕食することによって、現地の固有の動物症に影響を及ぼす。一方で、オオヒキガエルは食べられることによって、その毒で捕食者に影響を与える。オーストラリアには元来ヒキガエル化は分布していなかった。オオヒキガエルは1935年に、 サトウキビ畑の害虫を抑制する試みとして移入されたが、その試みは失敗し、そして皮肉にも、それ自身が、その後圧倒的な有害生物となった。オーストラリア固有の食虫動物と食物を争う、だけでなく、大引きガエルを捕食する、オオトカゲ、フクロネコ、ワライカワセミ、オーストラリアワニ、タイガースネーク、リンゴなど、 固有の動物症にその体から分泌する強力な毒をもたらし、時に死に至らしめた。しばしば人間に対しても被害を与えた。侵略的外来種には、蝶類や魚類、昆虫類、軟体動物などが含まれる。外来種の問題は、これらの外来種とともに、病気や心筋、寄生虫を持ち込まれることだけでなく、気化植物によってより増大することである。 これら外来種への対処にかけた資金と労力はほとんど報われていない。そしてこの外来種問題はオーストラリアの生物多様性の保護に関する主要な問題であり続けている。少なくとも4万年の間、オーストラリアの動物省はアボリジニの従来からの生活様式に不可欠な役割を演じた。そして彼らは食物と比較を求めるために 多くの種を利用した。カンガルーカやポッサム、オットセイ、魚類、水なぎ鳥などを狩猟で得ていた。一方、主に食物としていた、無脊椎動物は、ヤガの幼虫である、ボゴンモス、木頭がカの一種の幼虫である、ウィチェッティグラブ、軟体動物などが挙げられる。萌え木農業によって、植物症と動物症に変化が加えられた。 萌木農業には有毒者の生息を阻み、繁茂した植物を焼き払い、アボリジニの移動を容易にし、また彼らの食物となる動物を火によって追い立てるなど、多様な効果があった。これにより、むしろ、生物の多様性が促進された一面も、ある一方で、農業方法が飛べない鳥であるゲニオルニス族の、絶滅の一因になったと考えられている。 オーストラリアの大型動物症の絶滅の先住民による狩猟と景観改変の役割は議論の対象である。シロザメはオーストラリアの東海岸においては絶滅が危惧されている。固有の種の個体数に与えたアボリジニの影響は後のヨーロッパからの植民の大きな影響に比べればそれほど重要ではないと考えられる。ヨーロッパからの植民以来、 固有の動物症の利用、生息域破壊、外来種の捕食者と競争的動物種の導入などが、27種の哺乳類、23種の鳥類、4種のカエルの絶滅を引き起こした。現在、オーストラリアの動物症の多くは法律によって保護されている。注目に値する例外は一部のカンガルー類であり、増えすぎているため、定期的に駆除される。 連邦政府による1999年環境生物多様性保護法は1992年の生物の多様性に関する条約の調印国としてオーストラリアの果たすべき義務を明確にするために作られた。この法令ではすべての固有の動物賞を保護して絶滅危惧種の識別と保護を規定する。各々の,の,の州と準州では法で定められた。 絶滅危惧種のリストがある。現時点では380の動物の種は絶滅危機種と絶滅危惧種の両方が連邦政府による IPBC 法ーーーの下で保護され他の種は種を呼び準州の法の下に保護されている。オーストラリアの動物賞と生物多様性の保護において重要な段階となるオーストラリア中のすべての種の完全な目録の 作成が着手された。1973年に植物省と動物省の分類学、識別と分布区域の研究を統合するため、連邦政府はオーストラリア生物資源研究会を設立した。オブズは記録されたオーストラリアの植物省と動物省を分類している、無料のオンラインデータベースを維持している。オーストラリアは 国際捕鯨委員会のメンバーで商業捕鯨に強く反対する立場である。オーストラリアの水域においてすべてのクジラ類は保護されている。またオーストラリアは絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の調印国でもある。したがって絶滅の危機にある種の輸出も禁止している。固有の生態系を保護して保存するために保護区が すべての州と巡州で作られた。これらの保護された地域は国立公園と他の地域を含む。2002年現在、オーストラリアの総陸地面積の10.8%は保護区である。海の生物多様性を保つために多くの地域で保護海域が作られ、2002年現在、これらの地域はオーストラリア海洋の管轄区域のおよそ7%をカバーする。 グレートバリアリーフ海洋公園局は連邦及び州の特定の法律の下でグレートバリアリーフを管理している。オーストラリアの漁場はその多くはすでに開拓されている。そして漁獲港の割り当ては海産魚類の個体数を維持できる分に設定されている。連邦政府に対し民間の研究者によって作成された環境状態報告書において 環境の状態とオーストラリアの環境管理が以前のレポートの時よりも悪化したと結論付けた。とりわけ野生生物保護に関連する部分において土壌の塩化、水系の攪乱、土地開拓、生息域の分断、沿岸環境の貧弱な管理などのような多くの行為、活動がオーストラリアの生物多様性を保護するにあたり大きな問題となっていると述べている。ありがとうございます。